トレンド福岡。今どきかき氷を求めてレッツ氷活。今日は夏祭りな一杯です。かき氷に乗っているのはトウモロコシ？すごい、トウモロコシが乗ってます。なんか不思議な組み合わせですね。季節ごとに展示が変わる SNS 映えな空間やオリジナルスイーツが人気のホテル、ザ・ライブリー福岡博多。この時期のテーマは夏祭りです。花火が上がってますよ。たまやお待たせしました。焼きとうもろこしのかき氷です。ありがとうございます。すごい、かき氷にとうもろこし。なんかちょっと不思議な組み合わせですね。夏祭りの定番、焼きとうもろこしがトッピングされた進化系エスプーマかき氷。こちらが、とうもろこしをかたどったバナナのムースをしてます。ちょっとまずは気になるとうもろこし。バナナの甘さのあるムースですね。すごい食感ふわーしゅわーって感じでいなくなります。かき氷にかけられた黄色いシロップにはバナナジュースとトウモロコシが使われているそうです。かわいい、リンゴ飴だ。他にも夏限定のメニューにはリンゴ飴をかたどったイチゴのムースが乗ったかき氷やスイカやパイナップルなどのフローズンドリンクもあります。ザ・ライブリー福岡博多1階のバーで9月末までですよ。